どうも皆さんこんんんここにちはこんばんはばナッツです、えー、本日の動画はワールド OZ の動画になるんですけども、えー、ベリーハードのクリア、えー、あるいは周回のコツということで、えー、このゲーム上から2つ目の難易度になります、えー、マルチプレイヤーというか、えー、オンラインでベリーハードとかにね、えー、挑戦したことある方でクリアできなかった方っていうのはこれ無理ゲーじゃねって思う方非常に多いと思います俺もその一人でした えー、まあ今回はねその攻略のコツっていうのをお話ししていくんですが、えー、大前提としてこのゲーム難易度ベリーハードからは、えー、左上の方にねミニマップレーダーみたいなものが表示されなくなりますなので、えー、ある程度まあこのねゲーム性を把握しているやることもね把握できているっていうような、えー、状態であることとあとは、えー、キャラクター というかねクラスのレベルと武器レベルまあ武器レベルでいうと45最低でも3ぐらいかなとか、えー、クラスでいうと、まあ、15以上とか10以上とかまあそれぐらいは、えー、上げている状態っていうのを前提にお話ししていきます、えー、まずですねこれ、えー、オフラインでいきましょう <laughs> あのー、このゲーム実はボットがめちゃめちゃ優秀です この動画撮る寸前まであのベリーハードやってたんですけども、えー、ボットがめちゃめちゃ優秀あの硬いし、うん、自分にきっちりあのくっついてきてくれるので,で現状ですね、まあ、発売されて間もないっていうのもありますし、えー、特にね日本の方っていうのは商品が枯渇してたので本当ここ最近になってようやく届いたっていう方ももちろん少なからずいらっしゃいます。なので えー、もちろんね、えー、慣れてる方がね意外と少なかったりとかっていうので結構ねベリーハードとかハードとかでもそうなんですけども、まあえー、クラスのレベルで言うと1レベル2レベルだったり武器も強化してないサプレッサーがついてない武器を持って突っ込んでくる方ももちろん結構いらっしゃいますなので、えー、今はですねんオンラインプレイで、えー、高難易度っていうのは、まあ、非常にリスキーというか。 まあ、クリア率は相当低いと思った方がいいです。クリアできれば、まあ、運が良かったなぐらいに、えー、思った方がいいのかなっていうような状況です。あ,あ、別にね、えー、初心者の方をディスってるわけじゃないですからね。えっ、ーえー、と、それで、まあ、オフラインでプレイしていくわけなんですけども、一番の理想で言うと、えー、メディックを持っていってください。まあ、ここではね、えー、メディックを推奨させていただきます。とりあえず、まあ、 ベリーハードをクリアするとゴールドでいうと450経験値もねクラス経験値もかなり多く入るのである程度の速度で、えー、周回できる分にはめちゃめちゃ効率がいいかなと思いますそして、えー、メディックでまあじゃあなんでメディックなのかっていうとまあ自分のね治療も早かったりとかもしますしボットが先ほどめちゃめちゃ優秀っていう話をしたんですがボットねすごい硬いんであんまり食らわないんですけど その、えー、食らってしまってね体力が少なくなった没頭に対してスティームピストル打ち込んであげてアーマー付与してあげることによってかなり硬い兵隊がね 3, 3人自分についてきてくれるっていうようなイメージを持っていただければもうそのまんまかなと思うんですけど、えー、マルチじゃないところの利点っていうのはちょっとやっぱりねラッシュ時とかに来るゾンビの量とかもねちょっと違うっぽいんですよね。えー、結構シングルでやっっててると少なないいかなっていうイメージ まあもちろん難易度上がるとちょっと特殊ゾンビみたいなのは、えー、ノーマルとかねとハードとかと比べると、まあ、やや多い感じはするんですけどもマルチでででややるよりはだいぶ楽です、えー。オフラインでやった方がね。まあ、このゲームの良さでもあり悪さでもあるんですけども、えー、ボットが優秀なせいでまあボットが優秀なせいというかね まあ優秀なのでオンラインをやる必要が現状クリアを目指すためだったらあまりないんですよね。えー、まあ身内でワイワイ遊ぶとかっていうのはまた別の話としてなのでまあ今回はね、えー、オフラインっていうのをご紹介させていただくんですけどもまあ1つ目のポイントとしては、えー、メディックで行く。まあただじゃあメディック以外のレベル上がんなくね 思思うと思うとんですけど、まあ、メディックで、えーまあ、何回かねクリアしてみていけるかなって思ったら全然他ので行ってもらっても大丈夫だと思いますとにかくボットが優秀なので慣れるまでは、えー、メディックでスティームピストルをねバン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 ボットに打ちながらボットがダウンしそうな体力になったらスティームピストル打ってで、えー、ボットを生かしながらやってあげるっていうのをやるだけで、えーまあ、ハードとかと比べるとあのこのこれを持ってこい集めてこいっていうようなね えー、内容のミッションの必要個数っていうのは多少増えてくるんですけどもあまりクリア時間でいうとそんなに差がないかなっていうぐらいで集会できてしまうのでまあお金の面でもベリーハードぐらいの集会であればボットといくと割とサクサクいけるんじゃないかなと思います。ははいといととうことで、えー、本日は まあメディックじゃなくても全然大丈夫なのでまあ、とりあえずあくまでもここではちょっと慣れるまで23回ぐらいはメディックで行ってみましょうっていうのをご紹介しただけで、えー、全然メディックじゃなくても大丈夫だと思いますまあ、ベリーハードですとお金も経験値も結構入りますので、えー、まあオフラインでやっていただくのが一番効率的に上がるのかなとあくまでもまあ効率をね追求した際はオフラインでやっていただくのが一番かなと思いますはいそれではえ今回は まあコツというかね、えー、ベリーハードの、えー、クリア、周回の仕方というか、一番効率のいい方法のご紹介ということで、えー、いかがでしたでしょうか。ぜひね、皆さんも、まあ、ちょっとね、オフラインっていうと、まあ、せっかくの、ね、オンラインゲームなので、オンラインで遊びたいっていう方もたくさんいらっしゃるとは思うんですけども、えー、ぜひ一度、この方法を使うと、びっくりするぐらい意外と簡単にクリアできてしまうので、ぜひベリーハードを試してみてください。 それではここまでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。バイバイ。